皆さんこんにちは、指揮者の角田光介です。東京交響楽団とサントリーホール主催の、子ども定期演奏会、私が指揮を担当するのはハーモニーがテーマになっている公演になります。ハーモニーというといろんな意味がありますけれども、調和という意味だったり、それから和音という意味では音楽の中の色であったり、いろいろなものを表現していると思います。演奏する曲はヴィヴァルディの四季のような名曲から、なかなか演奏されることのないドビュッシーの交響組曲の春、それからモーツァルトの交響曲1番、ブラームスの交響曲1番などがあります。本当に幅広い、時代の作品が並んでいます。お楽しみいただけたらと思います。演奏会は2019年4月14日日曜日11時開演になります。皆さんのご来場をお待ちしております。